はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不定積分丸2をお送りします。で、前回からね、積分が始まってこれで2本目です。で、ここまで不定積分やるんですけど、次回からね、定積分の方をやっていきます。で、今回は問題が2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、まあ、2問取り上げるんですけど、もう両方ともね、大事なことはただ1つです。全く同じ共通のことをやっていくんですけど、で、まず1番は、条件が2個書いてあります。で、まず1個目、f'x。つまり微分したものがこれなんです。いいね、微分したものがこれで、次 f2 イコール0なんで、これはもともと求めたい fx に x に2を代入したら0になりますよっていう、その2個でやっていきます。で、さっきも言ったように、今回大事なことただ一つです。これ微分したものあるでしょ、これを積分したら fx に戻ります。まあ、微分積分ね、前回ね、話もしましたけど、そういう関係にあると。いいね、微分したものを積分すると fx に戻るんです。だから fx 今求めたいでしょ、求めようと思ったら、この微分したもの、つまりこれにインテグラルをつければいい、積分したいから。インテグラルかっこ 6x2 乗マイナス 2x マイナス3で x についてやりたいので dx をつけておくと。で、これも前回やってるからね。で、普通にやっていくと、3分の1が出てくるから、2、次数が上がって3乗。2分の1が出てくるので、消えて、次数が上がって2乗。で、数字のやつにはね、x をつけるだけ。で、忘れずにプラス c つけます。これ不定積分だからね、数字くっついてないんで。で、よっしゃ、できたって感じもするんですけど、いや、c いくつだよっていう話なので、ここを出しに行きます、次。で、どうするかっていうと、こっちも使ったので、あとはこれを使う。x に2を代入したら0なんです。ね。だから fx、まあ fx にも出てるから。x に2、つまりここに2を代入したものイコール0。だから、一応ちゃんと書くんだったらね。f2 イコール2を代入するから、16マイナス4マイナス6プラス4。これが0なんです。で、あと解くと。c イコール、6やからこっちにマイナス置くか。で、こうなる。で、c も出てきたから、あと戻すだけ。つまり、答えは、fx イコール、ここなので、2x3 乗、マイナス x2 乗、マイナス 3x マイナス6と。あ、わかった。これが答えになります。ね、大事なことは微分してあるもの、それを積分すると fx に戻るんだよっていう。ただし不定積分だったらプラス c 忘れないよね、そこは気をつけなきゃいけないけど。で、2番も基本的に同じです。使うものはね、ちょっと前やった知識が必要になるんですけど、まず点2の1を通る曲線、だからこの求めたい曲線ね、 fx 求めたいんですけど、そいつが2の1を通りますと。で、こいつに関して点 xy における接線の傾きが 2x-4 なんです。だからそのヒントだけね、それで fx を求めようっていう問題で、これは前やった知識なんですけど、その微分をやった時に接線のね、その方程式を出す時に傾きって微分したものだったんだよ。これね、ちょっと前の動画になっちゃうんですけど、傾きってのは微分したものなの。つまり傾きは 2x-4 でしょ。だから、こっから何がわかるかって。微分したもの、つまり f'x がこの 2x-4 なんだって。これがわかる。さっきの1番は微分したものが書いてあったの。でも2番は自分でそれが見つかればいい、そこが。接線の傾きが書いてある。あ、じゃあ微分したもの f'x がこれなんだなって。で、そしたら f'x が出てくればね、積分すればいいので fx はこれにインテグラルをつけるとマイナス 4dx だから x の2乗
マイナス 4x で忘れずプラス c になります。で、ここで何やるかっていうと、こっちは使った、じゃあ何使ってないって2の1だよね。この fx が2の1を通ってる、だから代入して構わないんだよ。つまり x に2、まあ、y はこっちだね、ここに1が入ればいいので2を代入すると、22が4マイナス8プラス c イコール1なんです。いいね。で、これで c を解けば、ちょっとこっち行こうか、C イコール、マイナス4だから5になるのか、 C イコール5、つまりあとさっきと同じで C を戻せばいいので、求めたかった FX イコール、ここの C に5だから X2 乗マイナス 4X プラス5とね、これで OK になります。だからやってること両方同じね。微分しても、噛んだ。微分してあるもの、これとか、例えばこれね、が出てきたら、積分をしてあげれば、fx に戻るんだよっていう。いいかな？まあ、そこをうまく使ってやってみてください。では、今回は、高校数学数2の不定積分、2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、前回の動画でも、今回もね、言いましたが、次回から定積分です。この負が取れます、ここ。定積分ね。で、このシリーズ多分長くなります。ちょっと全然まだ場所作ってないんですけど、で、その定積分はインテグラルの下と上に数字がくっついてくると。いい。ただしそこでやることも、ここでやってるね、まあ、前回もやりましたけど、積分の知識が、基礎がちゃんとできてれば、で、トン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 、あとやり方ね、覚えておけばいいだけなのでやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。